今回はですね、思わず見つめてしまう街行くキラキラ女子の美の秘訣を大調査しました。ちょっと街のキラキラ女子に声をかけてて、ちょっとすみません、急にめちゃめちゃお綺麗だったので、もうキラキラです本当に。我々の取材に心よく答えてくださったのは、年下の彼と映画コナンを見に行くというラブラブオーラ全開のキラキラ女子真帆さん。すっごい美肌が目立ってました。美容はさ、スキンケアとか頑張ってます。何使ってるんですか？ゼオスキン。ゼオスキンって何ですっけ？聞いたことある。なんか医療用のホームケアなんですけど、ミラミンっていうハイドロキノン系のなんかシミとかくすみとかをこうなんか漂白してくれるようなやつなんですけど、それがすごいいいです。ゼオスキンとはハリウッドスターからも支持される世界的皮膚科医ドクターゼイン・オバジが開発した医療機関専売コスメ。主に美容皮膚科で診察を受けて、その人の肌悩みに合ったものを処方してもらうのだそう。真帆さんは2年前から愛用。すっぴんを自撮りしていただいたのですが、美肌。すいません、じゃあちょっと覗かせていただきます。彼がプレゼントしてくれたディオールのコスメポーチを覗かせていただくと、昨日買ったアイシャドウ、かわいい。そう、めっちゃかわいいんですよ、このキラキラ。あとさらにリップが2本、イヴ・サンローランとシャネルのリップを重ね付けすると、このなんとも今っぽニュアンスのくすみピンクになるんだとか。これ彼氏から。あら、恥ずかしい。彼女さんのどんなところが魅力的ですか？やっぱお肌めっちゃ綺麗です、ね、嬉しい。はい、ごちそうさま。スキンケアでちょっと頑張ります、今後も。ちょっとキラキラ女子にお話を聞くというロケをしてまして、髪の毛なんかされてますか？ケアとか。ケアしてます。そうですね、はい、なんかツルンツルンですもんね、嬉しいです。続いてのキラキラ女子は、今泉の美容室で働く美のプロフェッショナル。ヘアカラーを楽しみたいからこそ、サロン専売のアイテムで徹底ケア。髪のためには枕にもこだわります。枕での摩擦とかもなんかシルクの枕カバー使ったりとかして、シルク、はい、なんかシルクだと摩擦がなんか少なくなって、結構頭皮の切れ毛とかがなくなったりするんですよ。枕にタオル敷いて寝てるんですけど。あ、でも摩擦多いかもしれないですね。ダメか。もしかしたら多いかもしれない。美里さんがマイ枕の動画を送ってくれました。確かにツルツルスベスベ感が伝わってきますね。摩擦が和らぐシルクの枕カバーは、今スキンケアアイテムの一つとして注目されているそうです。夏に向けて今注目のコスメを聞いてみると、あ、リディオン。え、リディオン、あ、知らない。何ですか？グリッターの。かわいい。でも見たこともない。今これが結構人気。え、周りに持ってる人多いですか？あ、でも多いと思います。結構多いですね。知らなかった。リディオンのディの字も知らなかった。やばい。今期は空前のキラキラブームが到来。リディオンのグリッターは肌への負担が少なく、簡単にメイクオフできて、なんとも言えないラメ感がいいんだとか。さあ、そのキラキラ女子に聞いたリディオンって、その店舗を持たずにネット販売だけなんだそうなんですが、今福岡でちょうどポップアップしている場所を見つけましたので、こんにちは。わあ、すごい、なんかいっぱいいる。いっぱいいます。なんか、え、いっぱいいます。なんで？こんにちは、よろしくお願いします。わ、これですか？わ、すごい、たくさんある。これ全部ディディオンの商品ですか？全部ディディオンで、普段東京にポップアップとかでよく出されてるブランドさんで、はい、リップとかグリッターとかすごく人気で、はい、プロのメイクさんたちからも注目されているリディオンはお値段も魅力的。
全部1000円台なんです。1000円台全部、はい、これも1650円です。え、全色変えちゃいますせっかくなのでキラキラスタッフに見守られながらキラキラメイクをお試しです。最初に、はい、リキッドアイシャドウの01番なんですけど、はい、出した時は結構液体状で、うん、伸ばすとすごくサラサラになります。なんかマットな感じですね。マットになりますね。それを目元と頬にのせ伸ばします。かわいいです恥ずかしいそしてキラキラ女子カノンさんが推していたグリッターをのせます。ほんとキラキラ。完成しました。わあ、一気に変わりましたね。本当にすごい。普段使わないアイテムばっかだったんですけど、ピンクとかラメとか。さあということで、いつものメイクが、はい、ディディオンで今キラキラメイクに変身しました。一気にこう春めいたというか、うん、女性感がね、あって素敵。華やか、しっかり馴染むんですね。そう、いつもあまりキラキラ使わないんですけど、ちょっと春夏はね、こういうメイクもいいですよね。いいじゃない。このポップアップストアは大名にある美容室ゾーイさんで来月6日まで開催されています。あそこの右上、あー、ちょうど切り替わっちゃったチェックしたかった。チェックしたかった。ラメってやっぱり大きさとか、はい、動いた時の感じとか、どれくらいつくかとかを試してから買いたい。はい、なるほど、嬉しいですよね。今目元、私もちょっと気に入って即買いしちゃったんですけど、今もつけてます。キラキラ感どうですかね。わかります。いい、わかる、わかる、わかります。すごいディディオン、はい、すごいディディオンって初めて来ましたけどね。パップスの大名美容室のゾーイさんで5月6日まで行われてますので、気になった方ぜひ行かれてみてください。